連スローガンを高らかに叫んだ立法委員、医師、学生たちは台湾の見識のためスイスのジュネーブに赴きます。立法委員と医師が率いた代表団のほか、新型コロナで中止となった学生の代表団も3年ぶりに出発。 台湾の公衆衛生水準が世界から高い評価を得ている今回の活動を通じて今後国際的な活動に参加する機会がさらに増えることを期待している2018年2019年私たちは現地でデモを行ったがそれは単なる政治的または外交的な出来事ではなく衛生専門家が活躍できる領域だ 台湾の声を届けるため民間団体は WHA の会場周辺に赴きパレードや世界公衆衛生外交サミットなど30以上の関連イベントに参加衛生福利部の瀬津瑞玄部長などが周辺会議に出席陳建人行政委員長もフォーラムにリモート参加政治移植がないため医学生らの代表団は2017年により良い役割を果たした 台湾は国連を脱退しして以来、WHA にも参加できなくなくりました。その後積極的にオブザーバーとしての参加を申請していますが2009年ついにチャイニーズ・タイペイという名義でオブザーバー参加を果たしましたがその後政治的な要因により再び排除されました。 中国は台湾が両岸の政治的基礎を破壊したため、WHA への参加ができなくなったと主張していますが、台湾の民間団体は市民外交を通して台湾のプレゼンスを高めたいと期待しています。